どうも、YouTube をご覧の皆さん、こんにちは。釣り動画を配信している黒メガネです。今日はですね、こちら、ダイワさんから発売されている、レガリス LT、新しく発売されたリールですね。これのお話をちょっとさせていただきたいなと思います。はい。まあ、前回の動画で、ちょこっとねコメントがにぎわったので、まあちょっと調子に乗ってね、もう一回話このリールについてね話したいなと思うんですけれども、このチャンネルに登録されてる方っていうのは、サーフゲームに興味がある方がチャンネル登録されてる人だと思っています。で、今回レガリスを買ったのは、まあサーフ用に新しくね1個リール買っとこうかなということで、購入しました。いろいろ番手があります。ダイワさんのレガリス LT のホームページ商品ページ見てみると、まあいろいろずらーっとあるんですけれども、基本的にはこれ前回も言いましたけども、エクストラハイギアのものを私はお勧めします。ハイギアとエクストラハイギア。まあ、サーフゲーム使うのはノーマルギア使わないんで、ハイギア、エクストラハイギア、どちらかなんですけど、私はエクストラハイギアをまずお勧めしてます。なんでかっていうと、サーフって、まあ、波があるじゃないですか。ね、奥の方から手前に向かって波がザプーンザプーンと押し寄せる。で、ルアーを投げて、波、リトリーブスピードっていうのは、波と同じスピードか、それよりちょっと速いかのスピードで巻きます。じゃあな、それより、波より遅いと、ルアーを投げて巻いてくる。巻いてくる間に次の波で、ルアーがさらわれてしまう。ただし泳がない。流されちゃう。だから、波と同じスピードか、それより速く、巻く。ですね。で、波も、多分その時その時によって違うと思うんですよね。波が荒い時もあるし、穏やかな時もあるし、ね。で、ハイギア。エクストラハイギアの方が多分落ち着いて巻けると思うんですよね。ハイギア、普通のハイギアのリトリーブで間に合わないっていう時はね、ハイギアいくらハイギアったってね、ちょっと急いで巻かなきゃいけないでしょ。でもエクストラハイギアだったらね、そんなに急がなくてもいいわけですよ、ね、ゆっくり流したいなみたいな時、ね、サーフでもあります。そういう時、ゆっくり流したいなっていう時、その時ゆっくり巻けばいいんだから。まあ、大は小を兼ねるじゃないですけど、エクストラハイギアを進めてる。で、商品ページ見てみるとですね、レガリス LT3000 番と4000番で、エクストラハイギアがあるんですね。 3000-CXH と4000-CXH。 はい。で、3000CXH の場合、これちょっと略しますよ。これ以降3000番4000番って言いますね、長いから。3000番の方が、最大巻き上げ量、巻き上げ長っていうの、これ最大巻き上げ量って言いますね、私の予想から。93センチに対して4000は、99センチ、6センチ違います。で、重さ。3000の方は、220g。4000の方が245g。4000番の方が、25g。重いということですね。で、値段はそんな変わんないですね、多分。アマゾンで4000の方が7524円、今日の段階で。
ってね、3000の方が高いんだよね。9723円するんだよね。で、俺買ったのは上州屋で7200円だったから、多分品薄ってことでしょ。3000番の方が品薄だから値段が高いってことでしょ。まあ値段はそんな変わらないと思うんだよね。はい。1回のハンドル、ハンドル1回転で、まあ、93センチとか99センチエクストラハイギア。この3000番、3000CXH と 4000CXH がサーフゲームで使うのにいいです。はい。で、私の動画を見てですね、いやー、俺もサーフゲームやってみよう。私もサーフゲーム挑戦してみようかしら。そういう方をね、結構お声をいただきます。ありがとうございます。で、まだ、意識揃えてない。これから始めるんだみたいな方もいらっしゃると思うんです。で、新しく、ダイワさんが安くていいやつ、リールが出たっていうことで、多分、今から、レガリス LT を買おうかな、サーフゲーム用に買っとこうかなって思っていらっしゃる方いると思うんですね。で、その人向けに今日は3000番がいいのか4000番がいいのか、何がどう違うのかっていうのをちょっとね、お話ししたいと思うんですけど、ま、巻き上げ量についてはね、93と99、まあ、6センチ違う。重さが 25g 違うよっていうこと。で、なんで、じゃあ私は3000番を買ったかっていうと、レガリス LP3000CXH は、麻溝で、PE の1号が、丸々巻けるんですね。下巻きなしで。下巻きなしできっちり巻ける。まあ、これちょっと、多分150メートルしかないのかな。ちょっと中古の古い、家にたまたまあったやつをね、巻いてるんであれですけど、ピッチじゃないけど、PE の1号は、1号200メートルをきっかり巻ける。下巻きなしで。という理由で私はこれを買いました。今持ってるシマノの16ダスキー 4000XG と比べて、あれは最大巻き上げ量が99センチ。4000番と一緒なんですけど、レガリスのね。まあ、6センチしか変わんないから、まあいいかなということで、これを買いました。で、昨日の動画のコメントの中で、俺は4000だけどね、っていう、そういう方いらっしゃいました。じゃあ3000と4000のは何が違うの？まあ当然、3000番より4000番の方が、このスプールがでかいわけですよ。ね。スプールがでかいと何が違うかっていうと、投げ釣り。PE の1号、150メートル。ね。PE の 0.8 号、もう200メートルとかね。そう、大円筒かますような投げ釣りで使われるリールっていうのはめっちゃでかいんですね、スプール。めっちゃでかいの。なんでかっていうと、スプールがでかければでかいほど、キャストして糸がこうヒュルヒュルヒュルって出てくときの、ここの摩擦、抵抗が少ないんですよ。その分飛距離が出る。逆に、スプールが小さいと、その分くる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 、こう何回も何回も回るわけですよ。このスプールに触れるんですよ。触れる時間が長いんですよ。だから抵抗がでかいの。らしい。だから、飛距離が落ちる。投げ釣り専用のリールっていうのは、スプールがでかいわけですよ。っていうことですよ。その、摩擦を考えると、3000番より4000番の方が、まあ、そのキャストした時のラインにかかる抵抗、摩擦が少ないわけですね。俺は3000番じゃない。4000番だっていう人は多分そこら辺を意識してるのかな、と思います。値段そんな変わんないでしょう。値段変わらない、まあ 20g、まあ、巻き上げ量はね、6センチしか変わんないけど。重さ 25g。うん。そうですね。多分その、飛距離を重視するから4000番って言ってるんだと思うんです、その人は。ただ、まあ、3000番と4000番で、どれだけの、影響があるのか。
ビビたなもんだと思うんですよね。じゃあ5メートル10メートル差が出るのかっていうと、そこまで出ないと思うんですよね。ほんとビビたなもんだと思う。ただ少しでも遠くに飛ばしたいんだっていう思いが強ければ4000を選ぶのかなと思います。3000番、まあ、何回も言いますけど、3000番の方は、PE の1号が200メートルきっちり巻ける。下巻きなしで。ところがですね、4000番の方はですね、PE の1号を200メートル、まあ、だいたい200メートルでしょ、サーフで用意するやつは。PE の1号を200メートル巻こうとすると、下巻きが必要になってくるんですね。ということは、これ下巻きを準備しなきゃいけない。で、まあ、大抵もう1号なら1号って、ね、決めてると思うんですけど、気分によってね、いやちょっともうちょっと遠く飛ばしたいから 0.8 使おうかなとか、ちょっとライントラブルが1号じゃ、ね、ライントラブル多いからちょっと太くしよう、 1.2 号にした方がトラブルが少なくなるんじゃないかとかね、なんかそんな、なんかいろんなことを考えてラインの太さコロコロまあそんな人いないと思うけどね、俺みたいに そんなことはあんまやる人いないと思うけど、でもラインの太さ変えちゃうと下巻きの量も変わっちゃうから、その都度こう変えなきゃいけないとかめんどくさい。まあ1号なら1号って決めてやればいいんだけど、まあ下巻きが必要ないっていうこと、これすごくいいと思う。それぐらいかな。3000番の方は、下巻きがいらないで 200m きっちり巻けますよっていうのがいいところ。4000番の方は、まあ、下巻きをやんなきゃいけないですよっていうのと、まあ多少ねスプールがでかいから、まあ、飛距離、まあ、多少何パーセントか分かんない、本当にでもごくわずかだよ、そんなちょっとしか変わんないんだからね、うん、飛距離ちょっといいんじゃないですか。それとですね、まあ、全然関係ないっちゃ関係ないのかもしれないけど、ネッサっていう竿がありますよね。またちょっとこれメモ書きしてきたんですけど、ネッサっていう竿がありますよね。ネッサっていう竿、ネッサって4種類あるんです。一番高いのがネッサリミテッド、その次が普通のネッサ、それからその下ネッサ CI4 プラス、ちょっとネッサ BB っていうのがあるんですね。上の方が高いです、下の方が安いで、10フィート2インチで比べました。ネッサ BB 一番安いやつ、重さ 185g、 ネッサ CI4 プラス 171g。 ネッサ重いんだよね、逆にね。ネッサは CI4 プラスよりネッサの方が重いんだよね、3g。わかんないけど、これ。174。一番高い。ネッサリミテッド。これ162g。販売小売価格。違う。メーカー希望価格。わかんない。メーカーが売りたいっていう値段ね。一番下。ネッサ BB。24000。一番上。ネッサリミテッド。79000。高い。で、これはまあちょっと参考程度に、アマゾンの価格ね、アマゾンはネッサ BB 24000、あ、違う、18000、ネッサリミテッド60000、一番下の BB、 それから一番高いリミテッド、これのアマゾン価格での開き42000円です。42000円、見てください。ネッサ BB 185g、 ネッサリミテッド 162g、 おおよそ 20g 軽いんですね、ネッサリミテッドの方が、ネッサリミテッドの方が、ね、おおよそ 20g。 これもうまずメモってあるんですよ。3000番は 220g、 4000番は2445g。 つまりですね、重さだけで言えばこの4000番に比べて3000番の方が 25g 軽い。これはこのネッサリフィテッドで言えばですよ、この42000円相当の価値があるんじゃないかと。軽さ
っていうところでは、ね、20g 軽いっていうのは4万2000円の価値があるんじゃないかと私はそう思ってるんですね。やっぱ一日中振るもので、一日中振ってもいいんだけど、まあね、だいたい2、3時間ね、朝まずめ、それやっぱ軽い方がやっぱり疲れないからね。やっぱ 10g、20g の差っていうのは私でかいと思いますよ、うん、その4000グラムの方がスプールが大きいから、ね、ほんとスーパーセンターだと思うよ。ほんとスーパーセンターだと思うけど、飛距離が伸びる。よりかは、やっぱ軽い、使ってて軽い、操作性がいい、扱いやすいっていうのが私一番だと思います。飛距離出したいんだったら、ちゃんとしたキャスティングを学んだ方がいい。過去に動画ありましたけど、キャストするときに、右足を、反時計回りに回す。そうすると腰が回る。その回った腰の流れで投げる。それの方が何倍も飛ぶ。この3000番と4000番のこのスプールの差よりも何倍も飛ぶ。だからキャスティングを勉強しましょう。ね。しっかりキャスティングできれば、そんなあんま関係ないと思う。ということで、結論というか、私の中のおすすめ。これからサーフゲームで、ヒラメを釣りたい。そのためにレガリス LT を買おうと思ってる方へ、レガリス LT 3000CXH、 これをおすすめします。4000番ではなくて3000番をおすすめします。はい、ということで以上黒メガネでした。皆さんのね、商品購入の目安というかね、参考になれば幸いです。参考になったよ、ためになったよという方はぜひグッドボタンを押していただいて、チャンネル登録、それからツイッターのフォローなどなどね、よろしくお願いします。それから気軽にねコメントいただければ、何か質問等あればね答えていきたいと思います。応援コメントでもいいですよ、ね、ディスリーでもいいですよ。はい、というわけで以上黒メガネでした。バイバイ。